はい、で今かっこいい動画をね、はい、見てもらったと思うんですけど、うん、社交ダンスのちょっとイメージが変わってくれたかなと思います、うん、で今日はこの動画は新入生ですね、はい、この春から入ってくる新入生に向けて、まあ、学生の学連っていう大学のサークルに入ってほしいなっていう思いで僕たちがこの動画をちょっと作っていこうと思うんですけど、僕自身は小1からダンスをやってて、うん、学年の経験はないですけど、はいはいはい、学年がいるから、まあ、今のダンス界成り立ってるぐらい学生のこう、何、人口を多くしたいなっていう、ぜひこの動画で盛り上げていけたらなと思い、ちょっと今回頑張りたいなと思います。いつもソータチャンネルをご覧になっていただいてて、社交ダンス興味あるけど踏み出せないっていうね、もし新入生がいらっしゃったら参考になればと思っております。約30校近い、そうですね、はい、学校さんで応募いただいたんで、はい、全部紹介します。はい、じゃあ行きましょう。いきますか。じゃあ早速ご紹介していきます、はい。まず早稲田大学競技ダンス部さん。部員の数だけダンスとの向き合い方がある。必要なのはダンスが好きという気持ち。限られた青春を熱く踊れ、というですね、スローガンチックにかっこよく青春って言葉がいいですね。すいません、じゃあ5校ずつぐらいですね、ダダダッと紹介しちゃいます。いきましょう。九州産業大学競技ダンス部さん。部員大募集中です。部員全員がダンス未経験から始めているので、ダンスが苦手、運動が苦手、全然心配しなくて大丈夫です。見せる楽しさ、勝てる喜びを一緒に体感しませんか。続いて駒澤大学競技ダンス部さん。去年ルンバの部で全日本1位を輩出したノリに乗っている部活です。どこの部より楽しく、どこの部より素敵な活動をしている自信があります。 YouTube で大会の様子なども積極的に上げているので、ぜひ見てください、とのことです。岡山大学競技ダンス部さん。こんにちは、岡山大学競技ダンス部です。現在部員数が約90名で、部員ほとんどが大学から競技ダンスを始めています。部活なのでもちろんダンスも頑張りますが、プライベートでご飯に行ったり旅行に行ったり、人と人とのつながりを大事にしながら活動しています。いいこと。私たちの一番の強みは、さまざまな学年、学部、バックグラウンドを持つ部員たちがいることですが、そんなみんなが一つになって頑張れているのは、みんなやっぱりダンスが好きという同じ気持ちを持っているからだと思っています。また部員全員が一丸となって応援し合うことで、競技会においても各カップルのベストパフォーマンスを発揮できるのがスポーツの素晴らしさであり、学生ダンスの良さだと思います。今後も部員全員で高め合いながら、頑張りますので、ぜひ応援お願いします。遠方からではありますが、部員一同、ソータさん、アンリさんを応援しています。ありがとうございます。はい。九州工業大学西南女学院大学、北九州私立大学舞踏研究部さんですね。九州工業大学舞踏研究部です。コロナも落ち着き、部活としては久しぶりに全学年が揃いました。休校部研の進撃はここから始まります。こうご期待を。中の人ですが、藤井聡太選手大好きですと。ありがとうございます。とりあえず
5つのね、部活動さん、サークルさんをご紹介しましたけれども、ここまでいかがですか？いや、すごい厚みあるよ、急に。ね、気になったのが、部員全員がダンス未経験から始めてるのに、ダンスが苦手、運動が苦手、全然心配しなくて大丈夫です。あ、これは、めちゃくちゃ僕も思ったんですけど、ね、僕ちなみに運動超苦手だったんですよ。あの、球技できない、走るのまあ普通っていう感じの運動神経だったんですけど、うん、ダンスはいけたみたいな。そうだね。あの、結局要素として運動能力ももちろんそうだけど、例えば音楽的な側面だったり、そうだね、芸術の領域だったりっていうのもあるし、そうだね、そっちの方が好きな人とかは、うん、おすすめできるなっていうのをこのコメントでめっちゃ思いました。岡山は僕のおばあちゃん家があるんです、うん、ああ、そうそうなんです。ルーツ結構そっちの方だもんね。全般的に地だよね。そう、部員数は今回応募していただいた中で一番最多でしょ、うん、最多、まあ、今全体的にやっぱコロナの影響もあって減ってる中、うん、すごい賑わってらっしゃるね、うん、すごいよ。はい、では続いて東京大学運動会競技ダンス部さん、社交ダンスのスポーツ版こと競技ダンスを行っている東大唯一の運動会公認団体です。1946年創立と今年で78年目を迎える伝統と歴史ある部活です、所属部員の9割以上が初心者からスタートして全国を目指しています。東大の中でもトップクラスに強いスポーツ団体で、2018年度、2019年度の全国大会を含めたレギュラー戦全12試合全勝という記録を持っています。次に東大競技ダンス部に栄冠をもたらすのはそこのあなたです、というコメントですね。はい、ありがとうございます。続きまして神戸大学競技ダンス部さん、大学で何か新しいことに挑戦したい人、熱中できるものをお探しの人、競技ダンス部を始めてみませんか。神戸大学競技ダンス部は部員の9割が初心者ですが、初めて4年で、多数の先輩が成績を残しています。部活としてしっかり活動するのはもちろん、それ以外でも様々な年間行事を行っております。私たちと一緒に学生生活を、競技ダンスを盛り上げていきましょう。はい、ありがとうございます。続きまして岩手大学競技舞踏部さん、こんにちは。岩手大学競技舞踏部です。私たちは現在部員14人で活動しています。みんな練習が大好きで、もはや部室が家だと言っている人がほとんどです。すごい。毎日練習に明け暮れる日々ですが、うん、学業がおろそかになることは絶対に 100% 何が何でも本当に断じてありません、はい、後で触れましょう、はい、みんなで切磋琢磨しながら、時にふざけ合ったり、時にはぶつかり合いながらも、勝つため笑うために日々成長しています、うん、岩手という未開の地で、部員数もさほど多くはないですが、熱く楽しくガチで踊る岩手大学競技ダンス舞踏部をよろしくお願いします。いや、岩手魂、はい、いいね、ありがとうございます。いいコメントですねはい、続きまして、北海学園大学競技ダンス部さん、私たち北海学園大学競技ダンス部は北西学園大学とのインカレサークルで、現在は北海道大学とも活動をしています。競技ダンスの他にバーベキューやハロウィン例会など様々イベントをしているので、楽しい大学生活を送れます。私たちと楽しい学生生活を送りませんか、ということですね。はい、そしてその今、コメントにもありました。続いて北海道大学競技舞踏部さん、はい、こんにちは。北海道大学競技舞踏部です、はい、私たちは昨年度の夏の全国大会、はい、冬の全国大会どちらも団体優勝を勝ち取り、うん、その他の全国大会すべてでも団体優勝を果たしました、うん、ダンスをしたことがない人もみんな大学から始めるので、誰にでも活躍できるチャンスがあります。大学で新しいことを始めてみませんか、うん、入部お待ちしております。共通してたのは9割がね、初心者からスタートしてます。これも一個のいいポイントだよね。ダンス始めるきっかけって人それぞれだと思いますけど、うん、僕とかあの TK とかはちっちゃい頃から始めたタイプの人なんですけど、大体は学生からね
始める人は多いと思うんで、全然初心者の方も大歓迎っていうコメントです、うん、ちょっとやったことありますみたいな人が1人2人混ざってても、4年間終わってみるとやっぱり真面目にきちんとやってた人が最終的に勝てたりもする。岩手大学のコメントね、すごい面白かったですもんね。人数的には多分本当に少ないんだろうけど、仲がいい感じだよね、うん、伝わってくるよね、うん、めちゃくちゃ伝わってくる、ね、まさにその青春を僕もやりたかったですああなるほど、ね、憧れます。東京大学はその結構本当にガチガチに強い、いや本当に、うん、頭いい大学さんとかね多いのはやっぱこのダンスの突き詰める要素っていうのが深いからね。まあ確かに奥深いからね、うん、どちらかというと TK 頭いいタイプで僕は良くないタイプ、いやいや良くないタイプだから良くない人でもできるよっていうのは僕が ありがとうございますで最後の北海道大学の人たちのダンス、うん、今回先にちょっと動画をいただいてるんですよね。僕が真似して踊らせてもらいます。どうぞご覧ください。いきます。ということで、じゃあ次、筑波大学競技ダンスサークル部件。東京には電車で行けるけど大会のために朝3時起き、東京にある他の大学とは離れた僻地で競技ダンス頑張ってます。少人数ですが和気あいあい、とっても仲のいいサークルです。森の中で競技ダンス始めてみませんか、はい、とのことです。はい、次いきます。中央大学競技ダンス研究会、こんにちは。中央大学競技ダンス研究会です。中大武研の良さはアットホームなところ、練習がなくてもついついみんなで集まっちゃいます。加えて中央大学最近乗ってます。第4回東部学生競技ダンスミニ選手権大会団体成績第2位、第54回天の杯争奪学生競技ダンス対抗戦ではなんと団体優勝。初心者スタートでも互いに切磋琢磨して高め合えるいい関係です。ぜひ私たちと一緒にダンスしましょう。じゃあ次、京都大学舞踏研究会、はい、こんにちは。京都大学舞踏研究会です。経験者も大学から未経験者も幅広く在籍しています。興味がある方はぜひ私たちとダンスを楽しみましょう。お待ちしております。オール一橋大学競技ダンス部、こんにちは。オール一橋大学競技ダンス部です。私たちは月木土の5時から8時に一橋大学の東体育館にて活動しています。昨年度は冬の全国大会にてファイナルに残った先輩がおり、一昨年はワルツの部で優勝した先輩もいました。普段はダンスに真剣に取り組みながらも和気あいあいと楽しく活動しています。ぜひ一度体育館にお越しください。もしかしたら僕に会えるかもことですね。明治大学舞踏研究部、明治大学舞踏研究部です。このサークルのいいところはズバリ、やるときは全力でやる、楽しむときは全力で楽しむです。みんなで切磋琢磨し励まし合い、日々高みを目指して練習しています。男女や先輩後輩に関わらず仲が良く笑顔の多いサークルです。また自分のペースで取り組めるので大学生活に花を添えるにこのサークルはふさわしい。そして大会のあの空気と感動を武研でしか味わえない。明治に関わらず学園の良さは大学の垣根を越えた絆ができ、さらにお互いを称え合うことができるところです。誰かの成功をみんなで喜ぶことができる素敵な団体です。一生の宝となる4年間私たちと一緒に過ごしましょう。
で、ね、このブロックではやっぱりいろんな大会の成績とかを上げていただいて ね、 ね、大学競技ダンスにおいては8種目扱うんですよね。スタンダード4種目とラテン4種目、つまりその8種目にそれぞれ例えば単価戦のチャンピオンっていうのがいたりだとか、はい、でこの単価の合計で団体戦競ったり、まあ、あのフォーメーションとかね、あの団体技みたいなのもあると思うけど、うん、そういうので本当にこう熱狂できる状況が整えられてるなっていうのは思うんだよね、うん、我々の土壌って本当に5種目オールで総合戦みたいなのでスタンダードのチャンピオン1人、ラテンチャンピオン1人みたいな感じだけど、そうですね、だから育成の人はその1つの種目に絞って試合前はそれだけに追求するのもいるよね、うん、パソドブレだけ一生懸命やる人とか、ね、そうだよね、そこでチャンピオン狙いたいってことだもんね。あとコメントの中で気になったのはオール一つ橋し大学さんのね、僕に会えるかなっていう、あこれね文言上ね、僕かっこ藤井聡太さんって書いてるんですけどね本当に僕は学年に遊びに行ったことがなくて、うん、機会があれば、規約上それやっていいのか分かんないからちょっと表だって言いづらいけどね、まあこっそりいやいやもうめちゃくちゃオープン遊びに行きたいなって気持ちはあります。そうだね、あります。はい、それでは続いていきます。はい、福岡大学武道研究愛好会サイ、こんにちは、私たちは福岡大学武道研究愛好会です。藤井聡太さんの YouTube チャンネルを常々楽しく拝見させていただいています。私たちは男子7人女子10人で活動しています。今新歓期間中で新入生を入れるためみんな頑張っているのですが、コロナ禍の影響がまだまだ残っており、厳しい制限がされた中での勧誘から満足な状態ではありません。最近では社交ダンスを取り上げたテレビ番組や藤井聡太さんのように YouTube をしている人が増えていて、間違いなく社交ダンスの知名度は高まりつつあり、福岡大学だけでなく九州の学生競技会の発展のためにも今回募集させていただきました。なので今回はこのような機会を作ってくださりありがとうございます。ますますのご健勝とご活躍をお祈り申し上げます。 PS、私は以前北九州で行われたケイズのクリスマスパーティーで藤井聡太さんのダンスを拝見させていただいたおにぎりくんです。あめちゃくちゃ覚えてます。あら覚えてますでしょうか。おにぎりくん認知してます。先ほど述べた通り、九州の学生競技会の発展のためにも採用をお願いいたします。採用しましたよ、はい、もちろん採用しました。はい、ありがとうございます。続きまして千葉大学競技ダンス部さんですね。こんにちは、千葉大学競技ダンス部です。はい、私たちは毎週月曜日の夕方と土曜日の午前、西千葉キャンパスダンス場で活動しています。はい、学生競技ダンスの魅力は何といっても大学から始める初心者の割合が圧倒的に高いことです。大学生から始めても日本一を目指せる夢のある部活で、実際に千葉大学競技ダンス部の先輩方も全国制覇など輝かしい成績を残しています。また他大学とも切磋琢磨しながら活動しているためたくさんの友達ができます。大学では出会えなかったつながりができることも魅力の一つです。千葉大学競技ダンス部では個々のペースでそれぞれが目標を持ちながら好きなだけ活動できます。競技ダンス、社交ダンスに興味がある人はぜひダンス場に来てください。特に男子部員大募集中です。どこの方お願いします、ね、はい、続きまして東京農業大学農友会社交ダンス研究部さん。はい、農友会社交ダンス研究部は75年の歴史がある部活です。部活といっても週に2日の活動なので学業やバイト、娯楽など両立をすることができます。ほぼ 100% みんな初心者から始めて数多くの大会で優秀な成績を収めています。いつでも練習ができる部室があり、部活動がない時などにも部室で過ごしたり仲良く切磋琢磨しています。大学から新しく何かチャレンジしたいと思っている農大生、絶対に後悔しない学生生活を過ごせることは間違いなしです。私たちと一緒に充実した4年間を過ごしませんか。公式のツイッターやインスタグラムなどに声をかけてくれたらお迎えに行きます。部員一同お待ちしております。はい、というメッセージでしたね。さあ、続きまして名古屋大学競技ダンス部さん。はい、新しい一歩踏み出してみませんか。私たち名古屋大学競技ダンス部は、はい、南山大学、大東大学、杉山女学園大学、
金城学院大学とともに活動をしています、はい、部活の仲間と作る青春はかけがえのないものばかりで楽しい毎日です。部員の9割は大学から始めた子ばかりなので心配もいりません、ぜひ遊びに来てねというコメントをいただきました、はい、さあどうですか。いや暑いね、みんなやっぱとにかく。そうだね。個人的に千葉大学、僕千葉県実家があるんで、うん、男子部員、うん、やっぱり男の子の方が少ない傾向なのかなっていうのは思いました、ね、うん、ちょっと男性やってみたいなとか思う子がいたら、そうそうそう、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、男の子が重宝されるっていう部活のとこだから、そうだね、そういう状況嬉しい男子いっぱいいるでしょ確かに最高じゃん、そんな行くしかないよ、みんな男子部員募集なんで行ってあげてください、ぜひ。あとは福岡、僕よく福岡にお仕事で行くんですけど、そうおにぎり感よく覚えてて、お仕事の場でちょっとお会いして、うん、とてもいい青年でした。ああ、おにぎり君ちょっとね、なんでおにぎり君なのか気になるところですけど、ここでは一旦控えますか、まあ、はい、そうですね。ここで僕から初心者の人でもできるちょっとワンポイントアドバイス的なものを、あ、ラテンバージョンですやろうかなと思います。ワンポイントアドバイス、ダンスを始めたばっかりの人にも、ためになることを今日一つ教えたいと思います。ラテンを一番最初にやった時に、チャチャチャっていう種目の中でニューヨーク、これ絶対入ってくると思うんで、ちょっとここを教えていけたらなと思います。で、まずニューヨーク、じゃあ正面からいきます。まず最初は、ここに女性がいるとして、対面でこういるとしたら、男性は肩幅ぐらいに足開いて、でそこから足を一歩前に出して、後ろ足をちゃんとくるってます。でこれでこの時によく最初の人がやってしまうのは、足を出した時に後ろの足がこうやってあるかな、さっきの出た時と同じ状態のまま前の足を出しちゃう。で最終的にニューヨークって手をつけるんですけど、こういう状態になっちゃう人が多いです。これは内股になっちゃってるので、まあラテンダンスはちょっと NG、 ここを気をつけてほしいので、前の足をちゃんとこう開きながらも後ろの足もしっかり、開く、なんかこうハの字になってる状態を作り出すのが重要ですね。ここで一つちょっとテクニック、まず、右足ですね、左足を前に出すときは右足をまずこう回転させます。右足を回転させて前の足をこう出す、なので同じ動作を2個してますね。足を出す動作と右足を回転させる動作を同時に行って、ニューヨークのポジションに持ってくる。これを初心者の人にはぜひ覚えていただけたらなと思います。じゃあちょっとラストに一発ニューヨーク決めて終わりにしようと思います。いきます、いきます。じゃあ続いていきます。立命館大学競技ダンス部さん、はい、立命館大学競技ダンス部です。立命館大学で唯一競技ダンスを行っている団体で、大学公認団体です。今までに全国大会ファイナリストを多数輩出しており、楽しく上を目指せる部活です。大学生活、何か新しいことを始めてみたい方にはぜひおすすめ。部員の9割が初心者なので、誰でも安心して始められます。Twitter、Instagram 等で情報を随時更新していきますので、気になる方はチェックよろしくお願いいたします。私たちと熱い青春を過ごしましょう。はい、はい、立教舞踏研究会さん、私たち立教舞踏研究会は大学の公認団体です。少人数での活動のため、一人一人に活躍のチャンスがあり、誰でもスポットライトを浴びることができます。練習量も人それぞれで、サークル以上部活未満、もちろん初心者大歓迎です。定期的に体を動かしたい、大学で新しいことを始めたいと思っている方、ぜひ一度立教舞踏研究会を訪ねてみてください、はい、インスタもぜひ、フォローしてみてください、はい、ということですね。インスタね、みんな、はい、はい、続きまして
名城大学舞踏研究会さん、こんにちは、名城大学舞踏研究会です。まずはこうして紹介の場をいただきありがとうございます。社交ダンスはとても奥が深く面白い競技です。そんな競技を一緒に行える仲間を僕たちは募集しています。はい、ありがとうございます。東京理科大学舞踏研究部さん、はい、初心者大歓迎、待ってま す, てます、ね、はい、はい、ここまでいかがですか。ありがとうございます。はい、ツイッター、インスタグラムと、はいはいはい、みんな SNS も頑張ってるんだよね、うん、多分この感じでいくと、うん、だから、そうそうそう、SNS とかもぜひ気になる人はみんな飛んであげてください。基本的にみんな9割初心者という、このこれだけどのね、サークルさんも部活動さんも言うってことは本当に安心していいんだという証明になるかなと、うん、野球やサッカーだと大学から始めてさ、全国目指せるかっていうと難しいところもあるかもしれないけど、このダンスにおいてはまだまだ目指せるよっていうこと、うん、まあ、これはもう今現時点においても間違いないことだから。じゃあラスト4個、僕が読ませてもらいま す,、はい、います。明治学院大学体育会競技ダンス部、明治学院大学競技ダンス部です。私たちの部活は初めての東京オリンピックとともに始まりました。長い歴史があり、偉大な先輩たちを数多く見出してきましたが、コロナ禍になってから部員が入部しなくなり、現在はリーダーがいません。今は東京工業大学と提携してなんとか生き残っておりますが、正直リーダーが欲しいです。入ってくれ。部活全体としては先輩後輩男女問わず仲が良く、みんなでよく遊びに行ったりもします。いろいろ問題はあったりしますが、それもまた学年の味の一つではないかと思っております。入部して良かったと全員が思ってもらえるような部活にこれからもしていきます。とりあえずリーダー待ってます。リーダーがいれば学年は平和に。そうなんですね。 PS 藤井くんいつか遊びに来てくれたら嬉しいです。ちょっとこれは後で喋ります。次、独協大学舞踏研究会。独協大学舞踏研究会です。私たちの部活のいいところは、初心者から日本一を目指せるところ、自分に自信がつくこと、一生の仲間に出会えることです。伝えきれないくらい魅力が詰まっています。あなたも一緒にダンスでキラキラした大学生活を送りませんか。いいですね。福島大学競技ダンス部。我々福島大学競技ダンス部は今年でなんと30周年を迎えます。近年メディアに取り上げられる機会が増え、だんだんと盛り上がってきている社交ダンス界を福島県からさらに盛り上げていきたいと思っております。文化部と運動部のいいとこ取り、かつ大学から始める人がほとんどという、まだまだマイナーなこの競技ダンス、初めて一緒に勝ちを楽しみに来ませんか。たくさんの方の入部、首を長くし綺麗なホールドでお待ちしております。いつか部員一同颯太さんに教えていただけたらな。もちろんですよ。いいですよ全然。はい、ラストですね。東京都立大学競技ダンス部。こんにちは、東京都立大学競技ダンス部です。私たちはパートナー校である実践女子大学とともに日々活動しています。私たちはダンスを通じてチームワークやコミュニケーション力を養い、競技ダンスの楽しさに触れることを目指している競技ダンス部です。初心者の方も大歓迎です。部員が立ち方歩き方が丁寧に教えるので、一緒に練習して上達しましょう。また部内だけでなく他大学との交流や大会出場も積極的に行っています。競技ダンスの世界で自分たちの実力を試し成長することができます。そして何よりダンスは楽しい。部員同士の仲が良く、和気あいあいとした雰囲気で活動しています。競技ダンスに興味がある方、ダンスを通じて新しい友達を作りたい方、どなたでも気軽にご参加ください。新入生の皆さんもぜひ一緒に踊りましょう、とのことでした。全部読ませてもらいました。明治学院大学の話をしようと思ってたのを忘れてました、ごめんなさい。僕が、半年ぐらい通った大学です。学生の方とちょっと喋ったことがあって、うん、コメントでまたいつか遊びに来てくれたら嬉しいですって言ってくれたんですけど、めちゃくちゃ行きたいです。僕がキャンパスに行ったんですよ、一応。行ってよかったなって思います。
僕がこう行かなくなったきっかけはもっとダンスに熱中したいっていう、うん、そうだね。そうで、そこから海外に飛び立ったって、はい、そうですね。そうなんです。その経験ができたから海外に行くっていう決断もできるしみたいな。全国各地の、ね、活動してる団体さんからいただいたということで、視聴者のね、新入生の皆さんももしかしたら、あ、私が今から通うあの大学のサークルだとかね、あの入部することももしかしたら本当にあるかもしれないから、誰か一人は行ってくれるでしょう、うん、だし、あとこの今日ご紹介させていただいた大学以外にもまだまだいっぱい県だったりね、競技ダンス部ってあるから、本当にお近くのね、あ、自分が通う学校とかのこういうところ見学行ってみたりとかっていうのをぜひやってみてほしいですね、はい、入ってもらうためにはこの動画をいろんな人に見てもらわないといけないので、うん、紹介した大学もそうだし、あとは他の大学の皆さんもあのぜひ、この動画をシェアしてください。活用できるね、はい、箇所があったら一部分だけで抜粋して、好評だったらもちろん第2回もやります。皆さん の力になれたらなということで、池と僕で全部ご紹介したので、はい、これからも学連、そして藤井聡太を、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。入部してね。はい、ぜひお願いします。皆さんも頑張ってください。入部しよう。ありがとう。皆さん動画見ていただきありがとうございます。今回見てくれた学生の皆さんが、もしこの動画がいいなとか面白いなとか、ありがたいなとか思ったりしたら、チャンネル登録よろしくお願いします。